というわけで今回は焼肉で食べながらトークをしていくっていう はい、日です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあ、いろいろなんか野球、女子野球の話とかいろいろ、まあ、普通に話してもらって、はい、で、NG だったら喋ったのに、あ、これはちょっと後でこれって言っとけば多分切ると思うんで。わかりました。はい、お願いします。お願いします。静かだね。静かだな。調子もそうじゃない。すごい調子もそうじゃない。美味しそうです。新鮮ですね。新鮮じゃない。新鮮だと思うよ。野球以外のご飯に行くのもあれですよね。割となんてはない。初めて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 、さすが聞き割れ上手な。さすがです。女子プロ時代ってヘルメットは、ね、個人用。いや、チームでした、ね、あ、チームだったんだ。そんな中で、ね、女の子のイメージだよ。サイズ全部ちっちゃいと思うんで、全部ちっちゃいイメージが。その時もちっちゃい。その時も S か M しかなかった、ヘルメット。いや、L もあった気がする。私、基本一番でかいサイズ。男は、ヘルメットかぶるときさ、帽子いらつけないです、ね、つけないじゃん。女子つけるじゃん。あー、あれじゃないですか。頭のサイズが多分小さすぎて、普通に被ったら多分ガバガバしちゃうから。そういうこと。はい。S でも S でも被ってる人がいます。難しい。いや、そこ違うなと思ったんですよ。確かにそうですね。違うよね。違う。だってプロ野球みんなさ、帽子の上がいないじゃん、誰も。というのはね、見ててね、思ったこと。女子プロ見たことない試合。あんまりないですよ。あんまりってことはちょっとある。川端由紀さん、うん、その時はちょっと見た。じゃあ2018年かな。確か俺が取材の時は見なかったんだ。そうですね。でしょ、その1個前。私と入れ違いだった。マジか。じゃあ面識ない。プロテスト受けに行った時に川端さんに案内していただいて。ああ、なるほど。めっちゃいい匂いしますね。ね。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。どうですか。あ、うまい。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。美味しいでしょう。職人が焼いた。職人。自分で食え。どうだ。美味しくない。美味しい。うん。美味しい。すごい。普段焼肉はどれぐらい？週何で？週何？週何で行くの？そんなガチじゃない。多すぎ。月？多い。月一くらい。月一。月一。月一行くんですか？月一。食べ放題とかじゃないです。だいぶそんな食べられなくはなって。まだ若くない。でも18くらいから胃もたれするやん。早っ。だからあの天丼とかもう食べられなくて。マジで。マジかガチガチっぽそう。ガチっぽそう。うまっ。いいか。辛いけど激辛、うん、激辛すごい。すげえ来る。辛いのいける。いける人。そんな辛すぎるのは無理。いいですか。お来るよね。あの俺がおかしいと思った。これはいいですか。マジですか。どうですか。チキン辛い。平気。辛い。いやいや反応。辛い。うん、そんなないのに。辛いでしょ。辛いでしょ。辛いでしょ。多分ヒロトと良平と3人で焼肉行ったことないもん。え、本当ですか。行ったことない。ないよね。飯もそんなに行かないよね。行かない。そんなに行かない。ごとく良平が用事あるから行かないとか、なんか、いや、ご飯買ってきてるねとか。で、ヒロトと俺でよく、前まではアンラッテのランチが行ってたよ。アンラッテいいですよ、ランチ。毎週のように行ってて、今日はこれにしよう。あ、これでこれ食ったし、今度これにしようみたいな。結構頻繁に。頻繁に。そうだね。最近は行かなくなった。食べてるけど、どうですか。美味しいですか。どうですか。美味しいですか。美味しいですか。美味しいですか。まだ食べてないです。食レポお願いします。カメラがこっち見てますよ。美味しい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 。いただきました。美味しい。美味しい。美味しい。いや、いや、ラッパーですか。いや、でも良かった、グローバーつって。良かった。いや、本当にありがとうございます。もう、出てない。ドッキリドッキリですね。本当に焦りました、私。あの、頭下げてる時、もう何秒頭下げようとして何秒真面目
確かに YouTuber さんこうね、結構長いよね。ありますよね。芸能人とかよくあるじゃない。何秒頭下げたみたいな。ごめんね。それがフラッシュマックです。すいませんでした。今思ったらめっちゃ面白いですね。二人で。で、なんか俺がボソッと、あ、これは嘘なんですよ。全然もう、パニックでした。え、みたいな。真顔で。え、固まってたから。必死にこう笑い込まれて。これは、あの、まあ、ドッキリなんで。全然。真顔を通して、もう、めっちゃ頑張った。もうニヤついたら終わりなんで。もうちょっといろいろしたかったけど、やっぱ人が多すぎたんで、あれが限界でした。あれが限界でした。あれ限界でした。この場で叫べなよ。ドッキリしたーって無理でしょ。無理でしょ。みんな見ますね。みんな見る。ちょっと俺もちょっと、やっぱ大人ではあるんで、一応子供がいる前でやるのもできないっていうことね。イルマのグラウンドならねっていうけど、今回アウェイだったので。アウェイでしたね。ちょっとね、ホームタウンみたいになったやつ。そう、ホームタウンじゃなかった。公式と軟式両方やってるじゃないですか。はい。どっちがいいですか。ああでも公式は本当にもうガチでやらなきゃいけないじゃないですか。そうですね。軟式ちょっとこうまだ気持ち的にゆったりとできると思うんですけど、はい、どっちの方が好きですか。まだガチでしてないですか、情熱を。いや最近は軟式ですかね。軟式なんかやっぱ久々やるとバウンド感も結構違うじゃないですか。うん、はい、それが楽しくて楽しくて、楽しい、それはいいこと。腰が結構やっぱあれです、真剣にやらないとガチで怪我しちゃう。怪我するよね、怪我する、マジ怪我する。軟式も危ないっちゃ危ない、うん、でもちょっとやっぱ違うじゃないですか、はい、うん、あとなんか軟式はこうビヨンドとかなんかそういうちょっと違う楽しみがある。確かに、バットでかいろんなバットが飛ぶ、飛ばないバット、ちっちゃくても飛ぶかな、小さい人でも。そうなんですよ。なんか転がしてももしかしたらセーフになるかも、うんうん、確率が高いじゃないですか、軟式をこう、うん、高くバウンドすればみたいな、うん、で、公式やってた人はガチやってるからレベル高いからさ、軟式に来たら結構もう通用しちゃうんだよ。やっぱバッティング難しいですよ、軟式は。難しい、俺もすげえ苦労したんすよ。そうですよね。押しちゃったら軟式に上がるときはめっちゃ苦労したし。そうですよね。なんか打ち方が全然もう、そうフルスイングしたらなんかもう全部こうトップぐらいしかいかないっていうね。そうですよね。しかも男性とか特にあれじゃないですか、力が強いし。そう、慣れないとやっぱ無理だな、あれは。あ、うん、どういう感じで打ってるんですか、イメージ的に。軟式と硬式の違い。軟式はなんかあんまこうフルスイングしない、インパクトの面白いから、インパクトにも近い。あんまこうフルスイングでパポーンってよりかは当たる瞬間だけみたいな、本当に一瞬だけだな、一瞬のこの一瞬間の力みたいな、ちょっと詰まってもホームラン行くんですよ。そうですよ、まあ言ったよね、こうインコースやるのに、よく詰まったっつってわーっと思ったら入った、入ったやつ、あれですよね、打ち方が。そう、打ち方やばいやつ。あれすごいです、あれを対応できる。あれと思ったらピュー入っちゃってこんな入るんだろう、すごい。びっくりした。普通にレフトフライかと思ったら入って、で公式さ、ちゃんとさ当たんないと飛ばないじゃない。あ、確かにそうです。ちゃんと当たってこうマシンってこう感触ないとさ、まあ、感触ないのか、感触ってマシンだったらもう感触はあんまないです。ないよね。俺も高校2年の時にあの夏隊で先輩の最後の試合だけど、ピッチャーで先発出たの6番で、はい、かっこいいですね。それで、まあ、先輩と最後の試合だからさ、その時背番号11番、はい、エースの先輩を差し置いて初戦ですごい強い高校っていうのは古くから強いって言われてる高校を相手に投げるってなって、先輩じゃなくていいんですかみたいな。その時にセンターのバックスクリーンになんかライナーで打ったすごいっていうのがあった。センターもやばいですね。びっくり、本当もうあのピッチャーの真後ろ、本当ピッチャーの真後ろ、ちょっとこっちとかじゃなくて本当に本当にまっすぐ、そうで、センターがめっちゃ5秒9とかのめっちゃ足速い人で、守備範囲がすごい広い人で、
飛ばねえだろうと思って若干こう、まあ、定位置からいただいて、まあ、歩いてめちゃくちゃ下がったらしいので、ね、でもフェンスについてちゃんとしたけど届かなかったらしい。へえー、ということは相当あれですね、低い、多分そうだと思う。そうですよね、低い段階でパーってたら、そう明らかだったらあんまもう、そうプロの人でさ、こういう放物じゃなくて本当にライナーで一番えぐいですって言ったらしくてで俺普通にあの弾道だったから大体、まあ、センターフライと思ったらわーっと盛り上がってセカンドの四方もこうやって回したから、みたいな。それ初ホームランですか？初ではないけど大会でもあるしかもさ、夏大じゃん、なんかこう珍しく吹奏楽部が来てなんか友達がさ見に来てくれてとかさあるじゃん。そうなると言って2校目の先輩とか3校目の先輩が来てくれてる中で言ってマジビックリ、マジビックリ、マジビックリ。そういう時のどういう気持ちで走ってるんだから、いや、マジみたいな、あれ、いや、ほんとそんな感じ。だから気づかず、いや、普通にセンターフライと思って走ってたからダッシュでダッシュで、だから普通にガーッと走ってたけどなんかわーっと盛り上がって主審がのセカンド審判こうやってやるからみたいな、入っちゃったみたいな、走るのがね、みたいになってたまたま相手のサードがさ中学校がちょっとこう近くて知ってるやつだったのね。でそいつと割り込んだ人としてニヤってしながら三塁ベース回ってホームインする。うわめっちゃいいですね、すごい。でそいつもすごいやつで145投げるやつだった、同級生で。その後4回か何かにホームランだったんです。そしたらその後そいつが7回だか8回ぐらいにレフトにホームラン打ち上がった。もうアベック対戦相手だけど、まあ、なんかアベック互いに互いに、互いにホームラン打つ。やばい。それ翔平さんが投げて、ね、俺も変わった。あ、だ系統策で俺が4回を投げて、しかも俺3番ですよ。3番手がめちゃめちゃ強い高校の相手 に、しかも夏対最後で先輩がエースでいるのに11番の俺が先発するってもうなんかおかしいじゃん。しかも6番で、そこがちょっとよく分からなくて、超主軸経済なんか そういうなんか風習ありますね、なんかよく分からず、分かんないのじゃん、たまたま打っちゃったっていう。いやーでもそれを見越して監督は起用してたんじゃないですか。嬉しいけどね、嬉しいよね。先輩も絶対それはもう認めてたと思う。でその先輩もキャプテンの先輩が中学校一緒だったね、中学校の野球部が一緒で、その時その人は中学3年の時部長やってたので、俺なんかさ就任の時はもう全然目立ってなくて外野手だけだった、接点なかったから、たまたま高校が、まあ、同じでお世話になった、あ、お願いしますみたいな、お前かよみたいな、この接点がマジでないから、はい、お前かよって感じでいたけど、まあ、夏帯になってバッテリー組みになって最後中学の先輩後輩で高校に入ってバッテリー組んで勝つっていうのがすごい、なんかすごいですね、ドラマチックな、そうすごい、そこねちょっと語り続けたいと思って、いいですねそれ、永遠のドラマじゃないですか。そうなんですよ。先輩がね6人しかいなかったのよ、1個目の先輩が。へえ。で出てんのが3人だったんですよ。あとはもう俺ら2年がここ2年が6人出てるっていう感じで、ほぼもう2年のチームみたいなのにすごい古くから甲子園にも行くし、ベスト4とかさ、準優勝とかするようなところに勝ったっていうので、ネットが荒れてた。昔のネットだから、あの掲示板みたいなさ、あれが荒れてた。すごいですね。ホームランとかも出てたんじゃないですか。です。あの子は誰ですかみたいな。高校野球終わった後とかに、あの中学校の先生とか、たまたま会うとすごい言われる。あの時よく頑張ったね。クソ叱られまくってて、全然活躍しなかったのに、高校で活躍したから、これに思う。すごく頑張ったんで。嬉しいですね。もう泣きそうになって、もう息のホームで、息のホームでばったりやっちゃって。見たよ。嬉しいです。嬉しい嬉しい。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は
必須でお願いします。